昔はこの宿場と申します。今は宿場なんという言葉はお若い方はお使いになりませんが、宿場女郎だとか宿場芸者だなんという悪口を言います。新宿品川板橋千住という、これはまあ江戸の四宿と申しますが、新宿というところ四谷街道馬のクソなんて悪口を言われましてね。どちらにお住まいです？私は子供の時から新宿におりましたんで、新宿でございましたら、ああ四谷街道馬のクソだね、飲んでね、尺に触ったことがありましたが、もっともあそこの四谷へ行きます通りというものは牛やんまがよく往来をしたもので、牛なんぞは親牛が先で花面からこうみんなこの縄をこうくっつけましてね、これがずっと長く子供の方が後ろにくっつきまして、16、17匹ぐらいゾロ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 つながって歩いて、ああ何しろ埃っぽくって誠に田舎臭いとこでございましたが、もう今は昔のような面影はございませんが、あそこには、新宿の廓というものがあります。もっとも通りへこうずっと両側にありまして、今の伊勢丹の前でございます、あれから御苑のところまでが新宿の廓で、随分お浄瑠屋さんがありまして、私などは子供のうちから随分お浄瑠というものを見て知っておりますが、頭をシャグマなんという曲げに言いまして、ね、子供の時から遊びに行ってますから、少し大きくなって年頃で冷やかしてみようが、なんでんでね、浄瑠屋へ入っていく程度、おおどうしたい、大きくなったね、なんてんで、龍太郎に行けませんよ、冷やかしに行って大きくなったなんぞ言われた日じゃ、こいつは決まりが悪いからあんまり死にじくいは顔を出しませんでしたが、鬼の新金あるいは情け知らずの大よろずなんというなんか歌がありましてね、これはもうお浄瑠に対して大変過酷な扱いをしたと見えまして、鬼の新金、鬼人の丸岡、情け知らずの大よろず、そんな歌のようなものがあった。とにかくまあこの遊びにおいでになりまして、俺はどうかして女に振られてみたいなんて人はない、人は客、我が身はまぶと思う客なんといううまいことを言ったもん。人は客、我が身はまぶと思う客、あいつはどうも大変俺にちやほやしてやがる。ことによるてえと俺はあいつのまぶかしらん、なんでんで、何まぶじゃない、アブみたいな顔をして、人間ってものは誰しもうぬぼれがありますから、これがためによく間違いができるもんで、弱ったな。じゃあ何か下に座り込んでんのか。困ったんだよ、お前さんにも話をした通り、私の親父と言ったってね、4つの年下にもらわれたというんだが、こっちは小さい時だしそんなことは覚えはないけどもさ、まあその親父のために私はこんなとこへ身を沈めて随分苦労したんだよ。それにのべつに金の無心に来るんだ、いくら貸してくれとか、今度はいくら貸せとか、もうしょうがないの。また20両という無心をしてきたから、そんなとてもお金はできないからと言ったら、今度だけもういっぺん助けてくれ、その代わり親子の縁を切ってもいいから何とかしてくれと言われたんで、お前さんに相談をしたんだけども、何とかならないのかね。だってね、俺だっておめえ20両って言えば大変だからな。もういいや、まあ小生太には小生太んだけども、10両しかできねえんだからな、何とかそれで話はつかねえんだ。向こうが20両って切り出しなんだからね、半分じゃ承知をしないだろうと思ってんだけども、いいえ、お前さんの懐を痛めたくもないしさ、私のところに通ってくるね、角蔵ってやつがあるんだよ、この在方から来るんだが、そいつのとこに手紙を出しておいたからね、うまく野郎が引っかかってくれれば。はい、何、恐れ入りますがちょっとお耳を。
なんだね、いいんだよ、構いやしないやね、うちの人だからさ。誰か来たの？角蔵さんがお見えになりまして。あら、そう、来やがったな、アンチ機長。待ってたんだよ、来たんだってさ、その田印がさ、どこに入れたの？え？いやだね、まあ近すぎるじゃないの、向こう前だね。もう少し離れたところに入れてくれればいいのに。いやまあ部屋がないなら仕方がないが、ああ、私はすぐ行くから。じゃあね、これから行ってね、なんとかうまいことを言って金を持っているに違いないから踏んだくるつもりだけども、まあ、お金をもらうにはちっと甘いことを言わなきゃ向こうだって出さないからさ、お前さんと来たしにはすぐチンチンなんだから困るよ。大丈夫かい？いやな、いやいやいやな、心配しなくたっていい。ああ、じゃあなんだ、なるたけ早く帰ってきない。あ、いいよ。廊下に出ると熱い草履を履いて、ああもう相手をなめてかかってますから、わざと音をするようにバタリバタリという、ガラッと症状を開ける。あら、ちょいと、まだ生きてたな、お前さん。バカ宮古行ってやがら、おい。俺が面見りゃ思ったりやがって、生きていたかだなんて。生きているからおめえが時へ俺は来たべ。何言ってるんだよ、こっちだって腹が立つやないな。いくら手紙をやったって返事もよこさないでさ。そんなことを言ったっておめえ、俺もう用があるだで、そうはいかねえ。あら、じゃあ手紙を書く暇もなかったっての？おや、そうなの。お前さんこないだなんじゃないな、川千代上がったてえじゃんね。遊んでることは私はちゃんと知ってるんだよ。おりゃ、おみ知っとるか？知っとるかじゃないよ、ちゃんとご忠心があるんだよ。そんな浮気をすることはあっても私のとこに手紙を書く暇もないてんだから呆れたもんだね。いや、そりゃ浮気てえわけではねえね。いや、いやまあ、おら言うこと聞けやな。ありゃおめえ付き合いだから、しょんな勘弁。うん、なあ、なんだな、中新田の民四郎が若や者頭だけで、今度遊びに行くべえから付き合い一位だな。ああ、民四郎と、それから虎八郎とおずんずろうとおらかと、はあ、ゆったりで行っただな。まあ、おめえそんだなことを言うが、オラー時計出た甘っこのつらちいなね。ああ、なぎえつらったって、もあんだらなぎえつらを見たことはね。上見て真ん中見て下を見るうちに上は忘れべえちいつら。ああ、馬が丸あんどん食えて、その先うなぎぶら下げた。そんな長い顔があるかな。本当に口が悪いんだからね。ねえ、ちょいと通すけど、この人はね、ちょいと見るとこの野暮に見えるだろ。野暮じゃないんだからね。上辺を野暮に見せて芯が粋にできてるんだよ。上辺野暮の芯に来てんだからね。そうしちゃ方々女ばかり騙して歩くんだからね。こんな性の悪い人ありゃしないよ。ポニマ憎らしい。どうし、寄せっちゅう。浮気エスが見てこっぱずかしこんびえにも。どうも、お仲のよろしいことでございますが、あんぞうめえもんでも持っていくや。いや、いいだいいだ、おめえが方へ任すべえに、お任せを願います。では何かおあつらいを。あとでおめえもここで飲んだらよかんべ。ありがとう存じます。ではどうぞおいでいと。ちょいとお前さんだね。お前と私の浮名はこの新宿中で誰一人知らないものはないんだよ。浮名を立てられた私も嬉しいがさ、人間ってものはどうしてこんなに苦労が絶えないもんかと思って、私は本当にお百度を踏んでるんだよ、廊下を。痩せたのがお前さんに分かってるだろうね。え、痩せたろ私が。この名誉はちょっくら太ったべ。ああいうことを言うんだからね、人が痩せたてえば太ったてえし、おっかさんが病気なんだよ。私もなんとか助けたいと思うから、いろいろ
口もしているんだけどもできないんだよ。何しろお医者様にもそりゃかけているんだけどもさ、人参って薬を飲ませなきゃいけないてんだね。それが高いんだよ、20両いるんだもん。ん？ 20 両？これはまた利確高えでねえけん。おらが村で二分もあらば、馬に二度ぐれやんべ。何を言ってるんだよ。お惣菜に食べる人参じゃないんだよ。大変高いもんなんだよ。これっぱかりのもんでさ。で、20両なきゃおっかさんが助からないと言うから、お前さんに相談もして何とかしてやりたいと思っていたんだけども、お金があるんだろ。ねえ、20両。ねえ。あら、いやだ。じゃあ、まるっきりないの？いや、まるっきりっていうことはねえが、15両だろ、あれだろ。それ、これあんなね、持っているんじゃないな。じゃあ、お出しよ。ねえ、15両でいいからさ。そりゃダメだな。いや、おらが銭ならば、くれてやってもいいが、おらもんじゃねえな。辰松がお前を引っ張ってきやってきてくんろっちね。そんでおら預かった銭だから、馬買っていけんなければダメだな。そう、じゃあ何、馬さえ引っ張って帰ればおっかさんが死んでもいいての？まあお前さんぐらい薄情な人はないよ。まあおっかさんを殺すつもりなんだね。人殺し。あんたバカ言わねえもんだ。あんた人殺した。いや、死んでいいちわけ、わけでなかったら私にくれたっていいんじゃないかさ。いいったって、そりゃくれてやりゃおめえはよかんべえが、おまふっぱってけんねえじゃ、おらが辰松にすまなかんべえ。と言っても、おまふっぱってけえじゃ辰松にはすむが、ここ様がおっちんじゃなんねえしな。と言って、ここ様を助ければ馬を引っ張って消えれねえし、馬を、何を言ってるんだ。こんな仕事ばかり言って呆れ返ったね。私はね、お前さんはもう少し情のある人だと思っていたんだが、お前さんの心持ちは私はよく分かったよ。ね、ああして気性も取り交わして、夫婦約束はしたけれども、私もこれまでと思って諦めるから、お前さんもあの夫婦約束のことは保護にしておくれ、ね。そんなにおめえにも生きることはねえ。だってそうじゃないな、おっかさんと馬と一緒にするんだもの。しているじゃないな。おっかさんを助ければ馬引っ張って帰れないし、馬引っ張って帰ればおっかさんが死ぬって何を言ってるんだね。馬とおっかさんと一緒にするような人と一緒になったし、私はどんな白い目に遭うか知れないから。そんだなわけじゃねえね。まあそりゃ物の例えで、まあそう、おめえに字に読んで、あ、クリティエルだ、持ってけ。いらない。いらねえちことはおめえによ。だおらがまあ悪かったから、まあそこはおら謝るからな。悪いとこはおら詫びるから、15両持っていけ。やるからよ。オンリソードに生きるだの。持っていってろよ、ごんべん。だってお前さん、あんまり不尋常なことを言うから。まあ、すんだら、おら悪かったから、この通り謝るから持っていってくんだ。お前さんに謝らせたり、お金をもらうようなそんな働きのある女じゃないけども、私もおっかさんが病気だから本当にじりじりしているんだよ。じゃあね、すまないが少しの間このお金を貸しとくれね。貸すも貸さねえもね。なあ、おめえがもな、おらもんに、おらもな、おめえがもんだ。人が来たらは皮膚に何べえちゅう言えだから、だってまあそんなことはいいやな。持ってきや。それじゃあね、まあ、使いの者が下に待っているからすぐ持たせてやるんだが。ほよ、経理。渡したらすぐ帰るからね、待っとくれ。廊下に出ると今度は足音をそーっと忍ばして元の部屋へ。じゃ
やだね、この人はあんなとこから覗いたりなんかして。いや俺も悪いと思ったけどや、だ気になるからや、どんな様子かと思って障子の破れたとこから覗いてみたが、大変な面してやんな、あの野郎。え、鼻の穴はまともに上向いてや、タバコを吸うて煙がツーッとこう上上がってや、年が明けたらおめえと親夫になるって。ほら危なく吹き出すとこだったよ。笑い事じゃないよ、お前さんのために懐を痛めたくないからねえ、あんな気休めの一つも言ってこなくちゃならないんだね。じゃあお前さんすまないけども五両貸しとくれよね。もっともね、15両もらったらそれでいいよ。だって向こうが20両てんだからさ、この際だから20両ちゃんとやって決まりをつけた方がいいと思うから、そうしておくれよ。実を言うてえと俺も無理をしてこせえた銭なんだからよ、なろうことなら使いたくねえんだから勘弁してくれ。だからあとはあとでまた何とかするからね。まあ15両でいいや、いいやね。じゃあいりません。え、どうせあの親父で私が生涯苦労すればいいんだから、お前さんの嫌なもんならもらわなくてもいい。そんなおめえ嫌なこと言いな、何もおめえ怒ることはねえじゃねえ。だってそうじゃないの、親父が縁を切ってもいいと言うから、こういう際だから私は縁を切りたいからお前さんに頼んでいるんじゃないの。だからようござんし、私が苦労すれば済むんだから。そんなおめえ嫌なこと、いやいいいやりやり、いや五両やるから持ってきな。え、やるったら持ってきゃいいじゃねえか、おめえもまた意固地だな。だから出しぶったのは悪かったけども、じゃあ俺が謝るから持ってってくれな。おいな、すねねえでよ、謝るから持ってきなてんだよ。お前さんに謝らせたりお金をもらうようなそんな働きのある女じゃないけども、じゃあすまないけども当分貸しとくれよ。貸すも貸さねえもねえ、まあ待ちだましね。じゃあな、2両こいつ親父一緒に、まあいいんだ、俺だってもう10両なんだから、崩しまや頭、まあ、いいんだから、なんかうめえもの送って、そして親父にやんない。すいませんね、じゃあの下に待っているからすぐ帰すからね、ちょいとね、ああすぐ帰ってくるから。廊下に出ると子供を呼んで、友達からあの昔の刻みの入りました箱でございます、こいつを持って長木セルを片手に裏橋がタン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 と降りてくる。そっと障子を開けてみると、隅のところに年頃32、3にもなりましょうか、色の朝黒い、目のギョロッとした、眉毛の濃い、鼻筋の通ったまことにキリッとしたいい男で、茶美人の勇気に白髭をぐっと締めて、その上から西川での小当たりのこう斑点か何かを引っ掛けまして、目が悪いと見えてもみの切れを出しちゃしきりに押さえて、誰だい、おう、おすいかい、何を、いや何を、待たせるも何もねえよな。どうも勤めの中にとんだ無理を言って本当に俺はすまねえと思ってんだ。私も気をもんでさ、なんとか早くこさえようと思っていたんだけども、なかなかお金ができないんだよ。やっとのことで20両できたから、あの別に2両あるからね、お前さん少し何かね養生になるようなものを食べて元気になっておくれよ。すまねえ、いや本当に俺は心から礼を言うよ。何を言ってんだねこの人は、夫婦の中で何もそんな礼も何もありゃしないやねん。何の中でも善金は他人てえことがある、おめえのためにこの金ができたんだから本当にありがてえ。それはいいけども、お前さん目の方はどうなの。え、目はどうも思わしくねえんだよ。もう少しこっちを向いてごらんよ。と見たとこは何ともないじゃないの。表から見りゃ何ともねえように見えるが、こういう目ほど潰れるから医者が気をつけなくちゃいけねえってんだよ。
素人でわからないけれども、なんて目なの悪いのは。内障眼というんだそうだ。早く手当てをしなくちゃいけねえ、真珠て薬をつけて治せと言われているが、何しろおめえ高え薬だからどうにも手が出ねえ。まあ、おめえにもとんだ苦労をかけてすまなかった。じゃあこの金はありがたく頂戴して、これからすぐ俺は医者行くから。だって泊まって行くんじゃないの。とんでもねえ、医者が言うには女のそばに寄ってもいけねえって。だっていいじゃないのね、せっかくこうして来てくれたんだしさ、たまにしか会えないんだから。ねえ、今夜泊まってってお願いだから、いろいろ話があるんだから。いや、俺だっていろいろ話もあるが、まあ何しろ目というものは一時を争うてえから、これから行ってすぐ俺は医者で薬をもらいてえと思うんだから、まあ、そう無理を言わずに消してくれ。のね、せっかく私だって楽しみにしてたんじゃないの。じゃあお前さん、どうしても帰るの。じゃあそのお金置いてってあげないよ。私はやだよ、せっかく苦労してこしらえたんじゃないの。ねえ、お金をじゃあ置いてって。それはどうもすいませんでした。じゃあね、こいつはお返し申します。じゃあ俺は帰るから。ちょい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 と、よよっさ待って、怒ったの。じゃあね、怒ったもねえもんじゃねえ。おめえもあんまりわけがわからねえじゃねえ。たとえ俺の方で泊まっていくと言っても、目というものは一時を争うんだから、早く病気を治してくれというのは人情じゃねえ。泊まっていかなきゃ銭はやらねえ。そんな銭をもらってな、目でも潰れたしには俺は怖えからだ。そんなつもりで言ったんじゃないんだけどもさ、冗談だけ、いい、冗談が過ぎたのは悪かったけども、じゃあ謝るから持ってって。もういいよ、いらねえ。そんなことを言わないでさ、持ってっとくれよ。そんなにお前さんを怒らなくたっていいじゃない。だから悪いから、私がこの通り謝っているんじゃないの、持ってっとくれよ。何もおめえに謝らせたり金もらうような、そんな働きのある男じゃねえけれど、俺も目が悪いんだよ。たまま無茶苦茶してしょうがねえんだ。本当に病気のところを逆らってすいません、勘弁して。じゃあ、あのすぐに帰るの。じゃあちょいと、ま、ああのキスケド、ちょいと、あのうちの人が帰るてえから、目が悪いんだからね、すまないが気をつけて。ああ危ないねえ、そのよく見てやっておくれよ。これはね、少ないけどもね、うちの人から。まあまあいいから。それはどうもあいすいませんで、頂戴いたします。お目が悪くちゃいけませんだけど、いやいや、お詫びのございますから、お手を取ります。ご不自由なもんでございますな、お目が悪いて。あ、ここはちょっとおりますから、お気をつけなす。ただいま空量をあげますから。どうぞ。じゃあなんだで、ああ分かった分かった、じゃあ分かり次第にすぐ知らせるから。じゃあね、どんな様子か知らすとおくれ、早く。いいかい。ガラガラガラッとくぐり戸を閉める。女は惚れた男のことで気上がりでございますから、表はしごを駆け上がって、手すりのところからこう伸び上がって見ている。杖をつきながら吉次郎がおぼつかない足取りで、家数二三軒行くと脇から籠屋がスーッと出てきて、お待ち申しておりました。あ、どうも長いこと待たしてすまなかった。じゃあな、急いでやってくれ。杖を放り出して籠に乗っかる。いや、おあれだ、肩が入る程度四ツ谷の方へ。はっ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 。あ、いやだな、あんなとこに待たしておいたの。なんだね、籠で来たんならうちの前へつけさせればいいんじゃないの。私に無心をするんで気兼ねをしているんだね。よっさんに金の苦労なんかさしちゃ本当にかわいそう。あ、そう、忘れたものがある。タバコを取りに行こうてんで、元の部屋へ入ってみると、吉次郎の座っている脇に手紙が落ちて。あ、あら、よっさんの手紙、もうかけたって間に合わないだろうね。はい、今行きますよ。吉次郎様参る小筆より。あら、やだね、まあ女の手紙なんだもん。女のそばに寄ってもいけないなんて言ってたのに。
気がかりな読んでやる。あらまあ綺麗な字だね。一筆示し上げ参らせ候千夜はゆるゆる御目文字いたし山々嬉しく存じ参らせ候。あらいやだ、こんな女と会っているんだよ。だから男なんてもな本当に、ま、油断ができないよ、ま、その説、ご相談申せしとおり私は兄の欲心より田舎の大臣へ目かけに行け、それが嫌なら50両よこせとの無理難題親方へ相談いたし30両は整え候も後金20両に差し支え御前様にご相談申せしところ新宿の女郎にてお杉とやらを。あらいやだ、私の名前が出てるよ。お杉とやらを眼病と偽り20両起こし、お杉とやらを眼病と偽り20両おこしらいくだされ候殿。じゃあ目が悪いんじゃない、この女にやるんだったんだ。道理こそ見て何度もないようだったら内緒眼だってやがった。悔しいじゃないか、ね、はい今行きますよ。うるさいんだよ。おこしらいくだされ候とのこと嬉しく存じ候へども、それが義理合いになりそのお杉とやらをおかみさんにお持ちなされ候かと、それのみ心にかかり参らせ候行く末頼りなき私をお見捨てなきよう、くれぐれも念じ上げ参らせ候。あらまずはあらあらめでたくかしく、何がめでたいんだ畜生。よっさんばかりはこんな人じゃないの。してやな、早く帰ってくるのがいいじゃねえかな、ほんとに。いつまでまあ喋ってやんって、これ、なんだい。引き出しなんぞ置かねえじゃねえか。なんだってまたこんなに引き出しや、あぶり出しだの、辻裏だの。へっ、じゃあ子供とはよく言ったもんだの、おや。手紙が出てきやん。お杉殿へ、吉印より。やっぱりこういう色男があったやつがあるんだね。はんちゃんっていい人があるのを知らねえね。よし印だなんてどんなことが書いてあるか見てやる。御前様いつもながらご前世へのよし、陰ながらお喜び申し上げ候。それに引き換え私こと、このほどよりの眼病にて打ち伏し申しす。あ今目が悪いから行かれねえとかなんとか言ってやんだよね。医者の申すには真珠という薬をつけねば治らぬとのこと、その値20両高い薬だな、20両に差し支え、お前様へ、お話しいたせしところ、馴染み客にて、馴染み客にて週ヶ谷の半七、俺の名出てるよ、半七を騙し20両おこしらえくだされ候と。あっ、ちくしょう。じゃあ親父の縁切りじゃねえんだ、この野郎にやるために。誰だよ、おすにかい、何をしてんだい。そこいらあんまりガラ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 引っかきまさないでおくれ、大事なもんだって入ってるんだから。ふっ、大きに悪かったよ、大事なものは減って減って減ってるだろう。何してやる、昔から上路ってもな、客を騙すのは商売だったけど、おめえなんざ上路としては豪気なもんだな。大したもんだい、ポン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 置いてないよ。人は虫のいい時と悪い時とあるんだから、私は今むしゃくしゃしてんだから。何を言ってやるんだ、こっちはむしゃくしゃしてない正面。色男のあることはちゃんと知ってるんだ、ほら色女のあることは知ってるんだ、こいつ。
嫌だ。てめえのおかげでな、七郎語られたら、こっちは二十両語られた。人のモネボコにしてるんでしょ。その上な、目が悪いまで聞かされるはたくさんだ。目が悪いと思ったら悪くもなんともねえんだ。何をするんだ、ぶったね。聞いたふうなことをしてないよ。年季のある間親方のもんなんだから、傷でもつけやがったら承知しないから。何をこっち気象またぶちゃが殺すのもどうとも勝手に言いろ。殺さなくてよ、殺せ。おい、誰がいねえけ。おい、誰がいねえけ。へえ、お呼びでございん。あ、キスケか。ちょっくらひえや、向こう座敷で今いい格はたかりとるのは多すぎでねえか。え、あ、いる男に金もらったとかもらわねえとか言ってるが、我が言って止めてやれ。あれはいる男でもあんでもございません。かかさまが安兵衛が悪い地位から15両恵んでやりやしたが、あれは色恋じゃねえからちって。ええか、早く行ってな、止めて。ああ、ちょっくら待て。いや、そう言ったらまた俺が色男でいの現れやしねえか。